とても気になるものを持っていらっしゃいますけれどもそれ後ほどじゃあ何かはちょっとお話を伺おうというふうに思います、えー、まずはお一人ずつご挨拶をお願いしますこれから皆様ご覧いただくお客様ですので、えー、詳しい役の説明はせず役名とお名前のご紹介とさせていただきますはじめに森田奏役を演じられました三好彩香さんお願いしますはいありがとうございます皆様本日は本当に集まっていただきありがとうございます、えー、森田奏役を演じさせていただきました三好彩香です えー、ついにいよいよ初日ということで短い時間ですけれどもよろしくお願いしますありがとうございます続きまして森田有馬役を演じられました坂東亮太さんお願いします、えー、皆さんこんばんは、えー、坂東亮太です、えー、あ森田 ゆうま役を演じさせていただきました坂東亮太です。えー、本日は短い間ですが。なんで2回言ったんですか。2回言ったことに今波紋が広がっておりますけども<え>同じことを2回言ったっていう。違うんです。<え>違うんです。はいそう,そうです。えー、っとよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします,、はい、います。ありがとうございます。続きまして成宮健次役を演じられました。 古川つよしさんお願いします。はい、成宮賢ン役を演じました古川つよしです。皆さん、今日長いえっと短い時間ですがよろしくお願いします。長い時間。短い。あっといちなみに古川くんあのただでさえ一番背がでかいのにヒール履いて。あ、そう今日なんかヒール履いちゃったんです。おお。そう。本当そういうとこよくないです。大丈夫です。監督をいじめるのやめてくれるみんなで。大丈夫です。一番ちっちゃい人が。ごめんなさい。端にいるんで。大丈続けてください。ありがとうございます。わかりました。続けます。 続きまして籠井真也彥を演じられました宮野日那さんお願いします皆さんこんばんは籠井真也役を演じました宮野日那です今日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします <laughs> 続きまして西田彩乃役を演じられました大谷隼香さんお願いしますはい皆さんこんばんは西田彰役を演じました大谷隼香です、えー、今日はよろしくお願いいたしますありがとうございますよろしくお願いいたします店がありました ますね、あの、はい。すみません。大丈夫です、ありがとうございます。楽しんでしていこう。はい。続きまして、主題歌光を担当されましたミス・オウジャさん、お願いします。えー、主題歌光を歌いましたミス・オウジャです。えー、皆さん今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。最後に清水隆監督、お願いします。はい、えー。イルナ・キという映画を監督した役の清水隆です。<laughs> 違います、ます役だったんですか役すか役役,役ですよ。出てました、ね、役ですか。あの、これですね。はい あのー、映画にもちらっと出てくるんですけれども、はい、旧犬鳴きトンネルという心霊スポットと言われているトンネルに一番近いあのお寺さんがたまたま清水寺という僕と同じ名前のお寺でこの前北九州と博多に僕キャンペーンで行ってきた時にあのいただいてきたんでんあの控室にほったらかされてたんでやばいなと思って持ってきました。<laughs> わかりました。はい、なかなかない舞台札の形態ですけども、それを持っていただいてお話も伺えればというふうに思います。<laughs> さあ、あの、ここから先はですね、私、一応、一応、あの、代表して質問しますが、ローズ、皆さん、自由に。あの、わちゃわちゃとかしながら、こう、いいわちゃわちゃ、クロストークとかしながら、お話を伺えればと思います。すね、え、まずは、初日を迎えた感想なども伺いますが、まず、三好さん、いかがでしょうか。はい。あのー。撮影はですね、一昨年の冬にしてましたので。 1>, まあ1年ちょっと期間が空いてたんですけれどもいよいよこの日が来たかという感じですねあの少し前からちょっとずつこう宣伝やら何やらこう取材していただいたり番組に地方の番組出させていただいたりしたんですけどだんだんこう取材とかを受けて当時の撮影を振り返ってどうでしたかとか聞かれるたびにいや1年以上も前だからどうなんか覚えてないかもしれないなとか思ったんですけど。 どん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 こう撮影の当時の思い出がよみがえってきてやっと皆さんに見ていただけると思うと嬉しいですはいバンさんいかがでしょうか、はい、そうですね僕もついにこの日がやってきたかと日本中をこう恐怖の2時間半に進むあ2時間半に2時間、まあそこの細かいことはとそんなに長くないよ時間なんで私に確認するんですか <laughs> <laughs> 胸に幽霊がいる、ねね、それ気になってるんですけどすいません突っ込んでいただいてありがとうございます、えー、ここ<う> 今日会うなりここを突っ込んでくださいって言われたんでそういうことも言っちゃうから <laughs> そうなんですはいでも今日ここにちょっと幽霊がいるんですけどはい見えますか皆さん僕の顔よりこっちに行っちゃうかなと思って心配だったんですけどはいえっとそうですね振り返あ初日なんかその撮影の初日の日を思い出しますね初日というと。なんかか初日からすごい 過酷なそう初日の3日間ぐらいが多分一番過酷だったんじゃないかっていうくらい後半映画でいうと皆さんちょっとこれからなんであんまり言えないんですけど映画でいうと後半になる村のシーンの結構アクティブなシーンを突然ここからやってくださいっていうここまで何があったかすらいきなりんかあっすごいなゃん。でか突然午後は曲も詞もないミス王者さんが歌う予定の。 ミュージッククリップの絵を撮りますとか。そうなんですよね。結構そうう変則的な撮影だったので、はい。そうですか。はい。初日のファーストカットで息切れてましたから。はい。<laughs> あの超こっちも盛り上がるシーンでから始まっていた,ってた。そうなります。はい。古川さんいかがでしょうか。うん、いやそうですね。本当におと年の冬に撮っていたので、すごいなんか昔のことのように感じるんですけど。うん なんかやっと皆さんにこの作品を届けれるっていうのがすごく嬉しく思いますし、うんうん、でもなんかその間にも何回かこ,うこの撮影メンバーで集まったりとか、まあ、どっかのなんかファッションイベントでなんか会ったりとか僕、音楽活動もしてるんですけどそのライブになんかみんな来てくれたりとかして<ー>なんか何回も会っていたのでなんかそんな久しぶりっていう感じはなくなみんなでなんか仲良く撮っていた <laughs>、はい、あの作品なので。うん あのね仲良く撮っていながらも恐怖を届けれるっていうのはすごくなんか、はいはい、不思議な感覚です。はい。うんはい、宮本さんいかがでしょうか。はい、私は当時中学三年生だったので、そうですか,なか。なんか東京出てくる前だったんで、ね。<laughs> はい。まだ鹿児島出身でちょうど通っている時に撮ってたので、そうだなんかそう,そ,うそうだ懐かしいなってすごい思って、なんかやっと公開できてすごく幸せな気持ちです。まあ やっと上京ね、してきて、はい。上京してきました。なるほど。はい。いい大谷さん、いかがでしょうか、大谷さんは。あのー、はい、そのに、二、二千十八年の冬に、私もミュージックビデオの撮影で。現場に行かせていただいて、あのー、撮影を一緒にしたんですけど。そこから、久しぶりに会う方も、何名かいるんですけど。この、一年ちょっとの間の、まあ、成長というか。なんか、こう、変化がすごくて、いや、なんか。 大人になったなーってなんか、親、<laughs> 親のような気持ちで。思ってます。<laughs> なるほど。はい。はい、大谷さん、いかがでしょうか。はい、そうですね。いや、本当についにっていう。感じですかね。ちょうど昨日。撮影期間に撮った写真とかをみんなで。送り合って,て。まあね、懐かしいですよね。あれ見てると。うん、カメムシ。 カメムシの写真とかね。カメムシつつ。三好がカメムシ撮ってるとこ、うん。そうそう,そう,そう、捕まえてるミミ。あのー、説明、説明しますと。わけ、わけがわからない。あの、現場が、あのー、最初に入った、初日に入った撮影に入ったところが、そものすごい山奥の田舎で。人が一人もいないような。場所なんですよ。<わ>はい、冬になると、誰もいなくなるような。 でそこにカメムシが大量発生してみんな最初はャッキャ言ってたんですけど、はい、そのうち普通にいっぱいすぎるんで踏んでも何も言わなくなって普通になんか袖からパーんとカメムシ出てきて、えー、なんか草とか言って潰れて,てなんか普通に私ペットボトルの水飲もうと思ってパって取ったらもう反対側にカメムシ様がくっついていらっしゃってぐちゅみたいなあっ、くさいって言っ <laughs> でもカメムシがきっかけでみんな仲良くなりましたどういうストーリー展開なんですかそれはいや本当にでも本当にそうだよねその通りそんなことあるんですかそうだよねカメムシが大量にいる部屋でずっとみんなこう待たされてたからその間にどうしても仲良くなるならざるを得ないですよねそうですカメムシあそこ今いるから取るよ動かないでとか言ってコミュニケーションのきっかけでしたねあのそろそろ映画の話に戻ってますゃ戻りまして初日に迎えた思いも監督にも伺いたいんですが 僕は皆さんのように成長したというより年取ったって感じなんですけどあの1年以上前に撮ったものをこうやって間を空けて自分の映画公開するの久しぶりなんですが、うん、あの皆さんよりも多分長く関わってるんですね仕上げとかいろいろ実際には去年のうちに仕上がって皆さんに見ていただく時はすごく緊張していましたしさらなる緊張が今来て。 お客様がいます,そうです、ね、一般の方に見ていただくんどんなな感じなのかあのどうしてもあの大谷琳嘉ちゃん演じる女の子が飛び降りてくるところばっかり予告編でこすられてますよね <laughs> 飛び降りばっかり目立ってあのそういう怖い場面もあるんですけどそれだけじゃなくいろいろとあの自分なりにメッセージやテーマを込めたつもりなので。うん 若い方だけじゃなく、中高年の方も含めて見ていただければとは思ってるんですけど。はい。そ,そして監督、フランスのジュラルメ国際ファンタスティカ映画祭で。審査員賞を受賞いたしました。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。一言一言監督もらってもいいですか。はい。はい、あのー、日本だと、どうしてもカンヌ、ベルリン、ベネチュアと。うん、三大映画祭しか、なかなかニュースに上がらないんですけど。うん 実は僕もそのフランスの映画祭に審査員で呼ばれて11年前に行ったことがあるんですけどあの雪山の田舎でやってる映画祭で結構規模は大きいんですよでいろんな有名な監督や女優さんも来てて各国からでそこで僕も審査をやってたんですけどまさか自分の映画が。 審査員賞もらえるとは思わなかったんで、審査員賞って二番手なんですね。えー、最優秀賞に次ぐ。で、なので、まあ二番目の賞もらったと思っても,もらっていいと思うんですけど。ありがたいですね。改めて大きな拍手お願いします。まずはおめでとうございます。いますはい、すごい。ごいさあ、そして。女性陣に伺いたいんですけど、やっぱホラー映画苦手という話も伺っております。いち早く映画をご覧になって、三好さん、まずいかがでした?。<laughs> そうですね。ね、はい、あの。 洋画のホラー映画は好きで見るんですけど、はい、なんかこう、邦画はちょっとこうじっとりしててなんか知ってる景色とか出てくるのはすごい苦手で確か監督にも一番最初にお会いした時にいやちょっとすみません監督の作品見たことないですって正直に話した気がします。でででもあのこのここ映画は前、前どこまで話していいですかね前半結構 あの秋名ちゃんのね飛び降りてくるとことか,、はい、なんかうわーみたいなわみたいなのが、はい、結構前半に攻め込んでくるんですけど後半の怖さは割とこうちょっと切なさも入ってたり悲しさも入ってたりするので、うん、そこはこう「ザ・ホラー」という映画の中ではまたちょっと特殊で見やすいんじゃないかなと思うので、うん、私は意外とそういった意味ではフラットな気持ちで。 ほら、苦手という女性の方。もい。ドキドキしますね。ね、何言うの。いや、もう主役からネタバレが出るんじゃない。そうですよね。どこ、どこまで話すとして。ドキドキしながら。ええ。そう、私、うっかりポロとか言っちゃって。危ない、危ない、危ない。本当危ないですよ。でも、そうですね、おっしゃる通り。そうですよね。ありがとうございます。え、宮野さん、どうですか。私はもう、ストーリーも本当に、台本とか読んだら、本当に、いろいろ。 ななな伏線とかあるんですけど、えー、もそれをもう忘れるぐらい本当に怖くてもうとりあえずちょっと目を隠しちゃうぐらい私は怖かったです、ずっと彼女はあの台本の読みとかなんかよりも、うん、あるシーンのためにずーっと身体的なトレーニングをリハーサルというよりもさせてもらっていて。 頑頑張張りりままししたね頑張りました結構、はい、もうやらなきゃなっていうのはすごくあったのですごい支えてもらいながら頑張りましたこの後スクリーンでご覧になっていただきたいそうですね私があの予告とかで出てたシーンはもう皆さんご覧になってる方もこの中にいらっしゃるんじゃないかって思うんですけど結構前半には。 きちゃうので、そこでトーク下手かちょっと一応トーク番組やってるんですけどね。はい、すいません。やってた。待って待ってなっちゃうので、そこで皆さん体力消耗しすぎないか心配です。結構後半にね。考えながら見ていただけ。確かに。 大丈夫大丈夫 <laughs> 大丈夫ですよです他方が面白いかなと思うのでそんなに体力を消耗しすぎないようにご覧になっていただきたいですね <laughs>、はい、あ、もう難しいです、はいはい、いやこれは難しいと思いますよみんなどう,、うん、どう話していいかすそれぐらい面白いところが詰まっているので、はい、この後お楽しみにありがとうございます男性陣どうでしょうバンドさんあ、ホラーは大丈夫だと思いますけど 僕あ男性陣ホラー大丈夫ではないですないですかはいあの本当トーク下手です男性陣から飲み込まなきゃいけないですね一回飲み込もうと緊張しいですよね男性はホラー平気っていう偏見がね今それがちょっと聞かかっちゃいまして男性だからって平気なわけではないっていうのをちょっと主張したくてはいそしてま完成したのをご覧になったりしていやもうずっとこういう感じで本当かよいや自分が出てるシーンは大丈夫なんですけどそれ以外のやっぱり 見ていなかったシーンはやっぱり本当にこうなりましたね。いやでもバン君と死者隣で見たんですけど本当にうるさかったです。そ僕もはい声出すタイプだったので動きもありましたし驚く時本当に申し訳ございませんでした。もう一回私自分で見に行きます。はいすみませんお願いします。それにびっくりさせられるしまでもその気持ちわかります。体ビクってなるやつね。ビクってなりますね。なんで基本見ないですホラー映画は。はい。 いやいや、いいい犬村見てたただき村見ますけどっぱい見ますけど古いかかでしょうかそうですね、まあ、今回やっぱりそのホラー界の巨匠の清水監督の作品っていうのもあって結構みんな,なんか学生時代とか呪音とかって通る道だと思うんですよ、うん、誰もがみんな周り呪音呪音言ってましたしでも僕はやっぱり昔から苦手意識がどうしてもやっぱりホラー絵があって、うん、なかなかそこを 通ることができずにこの19年間を生きてきたのでまさかこの制作側に自分が携わると思ってませんでしたしでもなんかそのジャパニーズフォーラーってさっきも三好ちゃんが言ってた通りなんかそのちょっと身近に感じるとかこうなてでリアリティのあるこう世界観だからこその恐怖かなって思うんですけどなんかこの「犬鳴き村」もちろんそういうポイントもこうありながらこうフィクションとこう ノンフィクションのなんかこれはありえないだろうみたいなことも、それはあのいい味でなんですけどあったのであの怖がりながらもあのちゃんと物語は僕は楽しめました。あの古川さんあのいるそのスーパードラゴンのメンバーも見た方がいるっていう。あそうですね。メンバーはあの一緒に僕試写見に行きました。どんな反応でした。あ本当に見てくれて、はい。一緒にあのてか僕が一人で見るの怖かったんで連れてったんですけど。 連れてったんですけど、いやでもそいつも結構怖がりです。誰ですか？あのレオっていう最年長のメンバーなんですけど、そうねレオは笑われるタイプなので、バンドと一緒だ。あそうそうそうバンドみたいそうそうそうバンクみたいな。すげえ早かった今。バンドいこうこういう立ち位置。そうねあのすごいこういう感じでしたねだから。うんでもうるさくはなかったです。 あそこは違った。バンドはね<え>声出すタイプって言ってたもんね。本当に今日はちょっと落ち着いていこうって決めたんでちょっと頑張ります、ね。胸に幽霊がいるから。あまたまたあ,あ,ありがとうございます。<laughs> でもなんか見たいっていう言ってくれてるメンバーも結構いて、<あ>うん、スタッフさんとかもみんな言ってくれてるので、あとなんか犬鳴村の ボディペイントシールみんな配られたやつ、それをボディペイントなのにあのうちのあるメンバーとか携帯の裏に貼りまくってるみたいな。俺俺も同じことしてる。携帯に貼っちゃった。私もハローじゃん。ありがとうございます。そしてミス大者さんは撮影現場にも足をね運ばれてミュージックビデオにもなっておりますけれども、この曲光に込めた思いを伺ってもよろしいですか。はい、私もあのホラー映画は本当に苦手で、あのそれこそ。 呪文を見てトラウマになってそれからずっと見てなかったんですけどあの今回、清水監督のホラー映画ということで大丈夫かなと思ってちょっと不安もたくさんあったんですけどあのもちろん怖いですけどその三好ちゃん演じるかなでのこう運命に抗いながら強く生きていく姿勢とか,なんかそういう人間関係のこうメッセージというのも私なりに受け取ってもうそれこそ。 えー、映画音楽の海田さんと、えー、清水監督ともう何回も話し合いをして作りましたね監督そうですね監督の詩もね書いていただいたりとかして実は僕が先に書いたバージョンの仮の詩もあったんですけど<ー>そうなんですよでもそこはやっぱり。 おじゃさんが書いて、歌う方が書いたものの方がと思って、はい、ただ。五臓六腑とか、なんか臓器とかっていう。歌詞いありますよね。いろいろね歌詞の中に <laughs> そう、あの。うう僕の詩にはうう臓器が。どう,こうとか、蛆虫が肺回りとかっていう歌詞があったので。もろもろ。じゃあ、あの。ちょっとそれは。おじゃさん、そこだけを取り上げると。<笑><笑> 確かに、あの感動的な明日の見出しが、見出しがの臓器がなんちゃらみたいになるのはちょっと嫌です。よね <laughs> なんでそこだけみんな盛り上がる。<laughs> <laughs> カメムシの潰してたくせにみんな。<laughs> <laughs> まあ、そう、あの、でも、本当に話し合いの中で、あの、この映画に寄り添って。あの、歌詞を書かせていただいて、で、ミュージックビデオも監督に撮っていただいて。で、この光という曲のジャケ写をですね、三好ちゃんに。 プロデュースをしていただいたりとか、ま,まあ、ここまで、こう、主題歌が映画に寄り添ってるっていうのも、私も初めて。なので、その曲も一緒に楽しんでいただきたいなと思います。今日は、ジャケット写真の時のてきて、はい。あ、そう、ジャケットの時の衣装、ね。なるほど。これも三好チョイスの。あ、そうなんですよ。す新しいミ未奏者を、この犬鳴村が引き出してくれました。はい、はい、ありがとうございます。 えー、そしてここで本作の特別協力旧稲荷トンネルのある福岡県宮若市の有吉哲信市長がお越しくださっておりますのでご挨拶いただきたいと思います、えー、福岡県宮若市って知ってる人いますこの中にいませんよね上の方にいらっしゃいますありがとうございます,、はい、います日本最強の心霊スポット 日本国憲法が通じない場所がある犬なき村のある宮若市でございます。地元の評判がですね様々でございまして、実はこの舞台に私も立っておりますけれども、ちょっと複雑な気持ちです。映画を見ていただければわかると思いますけれども。 おおい、まあ、こんな歴史ある町にそんな心霊スポットの絵がいいとかっていうような感じのですね地元の声も確かに聞こえるんですよでもあのメディアの方々がですねえらい温かく報,報道をしてくれてひあのちょっと一安心をしているところですあの宮岡市はですねトヨタの町で有名なんですよものづくりの町として、えー、このトヨタと一緒にこの泊にり歩いてきたんですけれども その一方でこの犬なき村のあるところはまさにこの三死水明の場所でございましてしか死の歌にですね癒される人がいるそして輝く歴史があるそういうあのスポットなんですよ、ぜひ宮岡市に来ていただければというふうに思っておるところでございます。 まだいいですかそうですよあのふるさと納税のふるさと納税税。忘れてますよ全員で言ってます全員で一番大事です市長が私が忘れそうだったら皆さん言ってくださいっていう。さっきおっしゃってたありがとうございますあの実は皆さんふるさと納税の制度を聞いたことあると思うんですけれどもこの犬巻村のあるところに脇田温泉というですねあの有名な温泉があの16世紀ぐらいの とこに発,あの発見された温泉なんですけれども南水閣というとても素晴らしいホテルがございましてそこにですねあの宮岡市にふるさと納税をしていただけるとこのスポットにも行けるその素晴らしいあのあので三好さんなんかも行っていただいたんですけれどもそのホテルに泊まられるというそういうパックツアーができる。 場所ででございますのでぜひあの自己負担2000円ですもんね 100, 100万円を納めていただいても2000円でいいわけですからぜひあの宮若市においでくださいそしてもう一つ実は今年ですね20年に女子オープンがこのザ・クラシックゴルフクラブというところで10月1日から4日間開催をされますこのチケットもふるさと納税で買えると。 もうとてもあの素晴らしい商品を用意をしておりますので、ぜひご利用していただければというふうに思っております。どうぞあの皆さんご观赏お楽しみをしていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。賞。じゃ一旦お戻り。ありがとうございます。あり,ありがとうございます。ありがとうございました。ね、たたさあ。 この後フォトセッションになりますがその前に、えー、皆様からプレゼントございますスタッフの方ちょっと持ってきてい,ただいてもいいですかプレゼントはい、えー、これからやっぱりとても面白く<何>とても怖い映画をご覧になるわけですからその時にですねこれを使っていただけるとちょっと怖さが和らぐというね、えー、怖さ半減クッションギュッとしてもらうというね、えー、でもこれ家にあると結構な迫力ですよね犬鳴き村って書いてありますけども、えー、しかもこれ1人1個ずつ、えー、サインしてあるものがどっかにあります。 あの市長のもありますね <laughs> さっき市長もサインして市長のサインもどっかにえ誰がどれにかあ、じゃあ最初1個はせーので投げたあとはなくなるまでどんどんああ3人のもあるこれただの席から立ち上がったり走ったりすると危ないですからねじゃあまず最初1個いきますよ投げますよもうなるべく遠くまでいきますかはい最初めの1個せーのはいよいしょーおお飛んだうっ あとはもうなくなるまで随時皆さんどんどんお投げください飛んでああ、2回はちょっと難しいかなあー、飛んでるけど、投げら怖さ半減、よいしょー、よいしょ、まだあるぞー、うわ、監督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 、思い切りすごい角度 いい感じにばらけておりますか、どうですかさあ、まだもうちょっとありますか監督ももう一度、さあ、どこかに1個ずつサインが入っているものもあります、それはまあ、本当に当たりという、ラッキーということで、ね、そうじゃないやつでもぜひ大事に使って映画を鑑賞いただければと思います。おお飛んだこれで全部全部部行きままましししたたたありがととううごござざいい これから映画をご覧になる皆さん、楽しみにしている皆様に一言ずついただきたいと思います。で、まず三好さんからお願いします。はい。はい、皆さん、本当に本日はありがとうございます。えー、この映画はですね、あの、ただ怖いだけではなくて、えー、まあ、私の演じる森田奏の、まあ、家族の話であったりとか。その周りに登場する人物の、まあ、ちょっと悲しくもあり、切なくもあり。 人間味のあるストーリーがすごく描かれている映画となっていますなので見ていただいた後に何かこう感じていただけたりとか考えていただける映画になっていると思いますのでぜひ今からたくさんあのクッションゲットした人は怖かったらクッションギュってしていただいてたくさん楽しんでいただければと思いますぜひ楽しんでくださいありがとうございますでは最後に監督お願いします、はい、えっ、ー、と今 支援の三好さんからも「えー、怖いだけじゃなく」とあったんですが、えー、僕としてはも,もちろんそうだと思っていてというのはあのホラー映画ってどうしても若い人向けの空事の、えー、娯楽に過ぎないと思われがちだと思うんですけれどもこの映画の先行試写とかいろいろ上映を見ていてもあのホラーなんか絶対見ないって言っていたあの中高年の女性がご主人に連れられてきて。 映画館出る時には号泣しててですね僕を見つけるなり走り寄ってきて「監督これはホラーじゃないわよ!」って喜んでいいのかどうなのかわからないんですけどこんなに感動したのは久しぶりって言いながらっていう方もいたりそういうのはすごく嬉しいですしあの多分年齢によって見る方の年齢とか状況によって違うとは思うんですね。心心霊霊スススポポッットトをベースにしててその心霊スポットと呼ばれるる場所実在する 場所をベースにしていると言いながらこうして今日みたいにあの有吉市長が来てくださってあの複雑な思いと言いながらも場所を提供して PR の場としてふるさと納税の話もしてこれはすごくいいことだと思うんですね僕は映画業界だけにとらわれずにでちょっと若い俳優さんの舞台挨拶さつ一緒にするとこんなにヒヤヒヤするのかと僕思ったんですけどあの本当 あの海外の映画祭とかのコメントを見てたり中国でワールドプレミアした時の若い人を含めの反応もそうなんですけど日本人とやっぱりちょっと違ってですね自分の、えー、置かれてる状況とか背景とか歴史とかをちゃんと捉えて映画の中にそれはどこにあるのかっていうメッセージとかを捉えてるリテラシーがあってその辺のリテラシーが日本ではちょっと低いことを僕は感じていたのでこういうホラー映画でもその辺をちょっと自分なりに考えて。 いただけるきっかけになったらなぁと思っておりますすみません長くなりましたが今日はありがとうございますこれからごゆっくり怖がってご覧くださいありがとうございました以上で舞台挨拶すべて終了になりますどうぞ皆さん大きな拍手でお送りくださいありがとうございましたありがとうございました映画村キャストスタッフの皆様でしたありがとうございました ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました